この時間の解説は大阪公立大学大学院医学研究科木戸康俊教授ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて新型コロナなんですけども地方でコロナの感染者が再拡大です厚労省の専門家組織は岩手、秋田、福島、新潟、長野、愛媛、大分、宮崎、鹿児島に対し第6波を超える新規感染者を記録と分析しました都心部は第6波の波が 下げ止まり横ばいみたいなことを言われるんですけどもちょっと増えてきてるぞということです木戸先生は地方は第6波が遅れて到達。 そういういいこことなんですかいやあのこれ特に厳密な定義があるわけではなくて、はい、第6と認識するのか第7と認識するのか、まあ、それはただ我々がどう見るかだけの問題ですので、はい、まあ一個一個例えば沖縄はこれは第7波で言い出すと、うん、まあ,あそこは第7波だし次は第8波だしとか、うん、まあ大変、まあ、ややこしくなるので大きく見ればこれまでこの2年間日本全体で大きな1波、2波、3波、4波というのは、まあ、大体同期してきたわけですよね。うん、そうすると、まあ、今各地方で もう一回山が出てますけどそれはまあその時に大阪が第6波だった時に、まあ、あまり、まあ、その時ももちろん各地方山あ,ありましたけど、まあ、ちょび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 上がってくるもんですから、はいはい、まあ 第6波が今,今、規制がなくなってまあ日本にどんどん広がっていったいそれの名残を見ているんだけではないかとまあ見れるのではないかという意味です、ね、ちょっとそれが遅れてやってきたのではないかという見方もでできるとということですねそしてオミクロン株で言いますとこの BA.2 という,うアシュっていうんですか、ね、はいの疑い事例というのが増えてます先週まで49.7%ですよとご紹介していたんですけども、えー、今週になって70.7%ということで、まあ、非常にか、ま、感染力は 強いんだろうということが先生この数字でわかりますよね。えっとまあ感染力がこれをもって直ちに強くてまあ恐れる恐るべきものかといえばまああの直ちにそうは考えなくて良いと思います。うん、これまでデルタ株でもですねデルタ一二三みたいなものがあったんです、うん、最初。それでこのうちどれが出てくるかといえば結果的にデルタ二のようなものが出てきたんですが、うん、じゃあその中でデルタ二がすごい悪かったといえばまあデルタの二の中でたまたま二が出てきたよというだけで、うん、まあ今回も BA1 2という中で、まあ、他ヨーロッパでも先に2がお、まあ、大きく増えてきたので、まあ、じゃあ日本も増えるだろうなと思ったらやっぱり増えたなという程度でいいかなと思います想定内であると、はいえー、国立感染症研究所は全国では6月第1週時点で100%が BA2 に置き換わるというふうに推定をしています、まあ、BA2 とかこの後出てくる XE ですかとかあの非常に難しい話なんですが要するに 気になるのはこのあたりなんですけどもね、うん、先生、重症化は今、何か言えることってあるんですか、はい、あの最も重要なことは、はい、おっしゃる通おり、まあ、BA.1 と BA.2 はお兄さんと弟みたいな形で、うん、まあ弟がメジャーに勝ってきたということだけなんです、うん、じゃあ、その重要な重症化というのと、ワクチン効果ということで、差があるのかということが、まあ、多くの人たちにも興味のあるということが重要なことなんですが、基本的にありません。 あの今までのものと変わらない変わりない、うん、なので同じく重症化 BA.2 だからといって、まあ、重症化をの確率が上がるから恐るべきものであるとか、うん、ワクチンの効果が BA.1 より悪くなるのかというと、うん、悪くなりまそういったことも分かってきて先週オミクロン株の新しい系統で感染力がより強いとされる XE があ国内で初めて確認されました。BA1、うん、BA2 と BA 2の遺伝情報が混ざった XE で先生は、えー、神経統の多数出現はウイルスとの共生関係を反映している、どういうことですかいやいや、まあ、難しいんですが、はいあの、そういうことは、ということはそのおいろんな似たようなウイルス、うん、複数のウイルスが同時に存在するということなんですねうん、うんで。これまで、例えばアルファ株、デルタ株って1つのものが置き換わってきましたけど、うん、こういうのがどん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 。あの 増えていくということは、うん、まあそれだけ、まあ、例えばウイルス側も僕ら人を殺さないし、うん、まあ人もウイルスと、うん、まあそういうだけ受け入れれるだけの、まあ、なんか無症状も多く増えて。うんうんうん まあ、比較的、共生に近い形に共もに生存するということですね、うんうん、人間もウイルスも。あともう1つだけ、後遺症と行動制限についてなんですけれども、いろんな後遺症、言われます、味覚とか嗅覚とかさまざまなものえ、これに関しましては、木戸先生、3ヶ月ほどで症状の多くは消失するので、 心配しなくていいいでですすよととうことですかね、はいあのーまあ、感染期の急性期が過ぎてお熱も下がりました、うん、まあいけるようになったんだけど最大何らかの症状が残る人が、まあ、やはり 3, 3割ぐらいいたんです、うん、でもその3割もずっとそれが残るわけではなくて3ヶ月ぐらいすればその多くの方もまあ亡くなることが報告されているので、まあ、大きく後遺症を心配されなくても。 良、まあ、くくななってくるのかなとは思います、うん、ということがここまでで分かってきたという私も感染した直後はあの息切れがすごくするとか、うん、しんどいとかあったんですけどやっぱり時間が経つと落ち着いてくるのかなと思いますけどそういったことが言えるようになってきた、うんはい、そういうことがほとんどの方でやっぱり数パーセントの方はもうちょっと長い期間残る方もいらっしゃるんですが、うんまあ、そういうことはもちろんケアが必要ですけど、はい、ほとんどの方はは良くなると思います、はい、ますわかりました。